都知事選挙、後半に入ってきましたね。雑誌や SNS でもうご承知ですね。都知事選は選挙実務に数十年携わってきた。自民党の選挙のエキスパートが全体を統括しています。もちろん、バックに統一教会がついています。売国自民党、この悪い言葉がすっかり定着しています。この選挙で一矢報いて悪魔のサイクルから脱出したい自民党。私たち市民は目を広げてみなきゃいけないですよ。小沢一郎さんがおっしゃる刮目ですね。